2つ目こちらです。じゃん、牧原紀之のどんな時も、はい、これ有名なあの曲ですね。そうですね、大ヒット曲、どんな時も、はい、どんな時もですけれども、はいはい、これが流行った時いくつだったって？確か小学2年生だったと思うんですよね。初めて買ったシングルの、あの小さいシングルが、そうなんですよね、初めて買ったのがこの歌なんですよ。あの音楽の世界にね、意識したのいくつぐらいっていうふうに聞いたところ、この牧原紀之の話が出てきたんですけど。そうですね、これですね、小学生ながらにもかなり歌詞に意味あるなと思って、うん、自分をすごく客観視してるっていう、今で言えばこの客観視っていう言葉が出ますけど、はい、非常に自分を遠くから見て冷静に見つめてる曲だなっていうのを、うん、まあ、なんか知らないけどそういうふうに感じたんですよね。子供心に、子供心に、この詩がいいなと。そうですね、だから多分自分のことしかなく、うん、まあ、今もそうなというところ強いんですけど、うん、自分のことだけ考えてるっていう感じだったんですよね。もち小さい頃そうだと思うんですよ、はい、それがこの歌聞いた時に、うん、自分を遠くから見たらどういうふうに自分って見えるんだろうな、はい、例えばうるさいやつなのか、うん、すごく積極的に見えるのか、うん、嫌なやつなのかいいやつなのかっていうのを自分でジャッジするきっかけになった曲なんですよね。そんな深いこと考えてたのこの日だけ。たまたまそういうふうに思って、本当にでそれが確か運動会か何かに使われて、でも、そうなんですね、うん、僕はそれはなんで運動会に使われるかやっぱりちょっと分かんなくて、うん、運動会っていうのは結構躍起になっていろいろやる時なのに、うん、その曲を聴くと僕だけテンションが下がるっていうか、うん、自分を見させられるんで、うん、俺は今こんなポジションにいるんだって、うん、そうなんですね。でもすごいヒットした曲で、その牧原さんがピアノ弾いて歌ってるのを見て、いやこの人すごい人だなっていう印象があります。あれじゃない、さっき言ってたその指導と演奏と、あの半々にみたいのもね、はい、やっぱり子供の頃から、うん、子供の頃からっていうか結構早い頃からそういうふうに思えてたっていうのも、はい、やっぱりどんな時も僕は僕らしくあるために好きなものは好きと言える気持ちを抱きしめ続けてきた結果なんじゃないですか。そうですよね今考えると本当そういう、うん、ことだと思うんですよね。本当つながると思いながらですね、まあ、あの音楽っていうものはポップスもこれをきっかけに聴くようになったりして。そうです、はい、太鼓との出会いはどうなんですか？太鼓は小学4年生の時に出会ってるんですが、うんうんうん、このどんな時もから2年ぐらい、2年後ぐらいなんですよね、はい、たまたま学校の同級生が太鼓を町内会でやってるっていうことで、はい、ちょっと見に来ないかっていうことで、うん、で7時30分になったらちょっといい時間なんだよって言われて、いやそれ何って言ったら、実はその時間にその太鼓の会でお菓子が出るとしてああいや俺は食べれるのって聞いたら、いや見に来たやつなら一緒に食べれるよって言われて、お菓子タイムに合わせて母親と行ったんですよね、はい、なんならお菓子に釣られたぐらいで行ったんだけど、はい、ところが遠くからですね歩いてて、すんごい太鼓の音がどんどん近くになっていくと迫力があって、これはもうちょっと やってみたいっていうのがもう遠くから思って、うん、で当時ちょっと人数が多くて、はい、なかなか太鼓の台数に対して人数が多いので舞台出たりするのはすごく難しいよっていうふうに言われたんですけれども、うん、いやそうじゃなくてやってみたい、うん、とにかくやって上手くなりたいっていうのがもうきっかけですよね。それから舞台に出るようになって、やっぱり舞台では一生懸命打ちなさいっていうのが、はい、まあ、子供なんでやっぱり指令があって、うん、指示があって、うん、あそうなんだなって最初はポカンとしてるんですけども、うん、まあ、素直に入ってくるんでしょ子供だから。そうですね、そういう言葉が全部ヒュッと、はいはい、先生が一生懸命打てと言われれば打つし、うん、親がもっとなんか一生懸命さ足りなかったなと思ったら悔しいと思ってやるっていう、うん、でそんなのがですねだんだん責任に変わってって、はい、あ舞台で演奏するにはこれだけのことが必要なんだっていうのをなんとなく身にはつけていった感じです。人前で自分の演奏を見せる、はい、パフォーマンスを見せるっていうことはじゃあ本当に結構早いうちからそういう快感とか責任感みたいなものは感じて演奏してたんですね、はいはい、そうですね、おかげさまで。その、うん、多分それをですね感じるのが遅かったら、うん、まあこの仕事ついてたとしてももっと後でいろんなことが起こってたかもしれないですね、うん、はい、早い段階でそれを身につけさせてもらったっていうのは、まあ先生ですとか、そういった親にはやっぱり感謝ですよね。太鼓の出会いもだからすごく早かったし、はい、まあ、木村さんといったあの太鼓もそうですけど津軽三味線もそうじゃないですか。そうですね、津軽三味線はどういった、これは中学3年生の時に、はい、あの修学旅行を札幌なもんですから、うんうん、青森に行くんですよね、うん、行った行った、私も青森だったわ、はいはい、その青森でですね、あの
学校の先生が用意したプランで、うん、用意してくれたプランで津軽三味線の、うん、を見るっていう機会があったんですね。見る聞く地元の郷土芸能に触れる、ね、プランみたいな、はい、それでもうボーンと三味線ドドンって、はい、もう実はそれその時弾いた演奏者の方って普通は津軽なんとか節っていうのを弾くんですけど、あの僕の心をわしづかみしたのはベンチャーズのですね、パイプラインを津軽三味線でやったんですね。テケ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 テ
いから津軽三味線をやりたいっていう風になったんですよ、エレキの普通曲なのに、これ津軽三味線でやったらすごいかっこいいっていうのがきっかけですね。それで、まあ、三味線を始めたいと思ったんですが、はい、中学3年生というのは受験のシーズンなの で、ね、はい、まあ、あの学校卒業して高校に入ってからっていうことで始めさせてもらって、はい、高校に入ってから津軽三味線を始めました、はい、札幌平岸高校出身でございます、はい、平岸高校です、ね、はい、そこで津軽三味線を始めるわけですもんね。そうですね、うん、で始めたはいいんですけれども、自分はなんかそういうところはすごく積極的で、はい、もうとにかくやったらもうとりあえずその太鼓と同じで一生懸命やるっていうことだけが取り柄だったもので、うんうん、とにかくまあ自分のできる範囲で練習、うん、練習を重ねて、はい、まあ、変な突拍子もないこと言ったんですよね、はい、でそれはあの先生にですね、うん、まあ、僕は三味線の大会に出てみたいんですって言ったんですね、うんうん、はい、でそれを言ったのがですね、高校1年生の5月に始めて8月ぐらいにそれ言ったんですよね。すぐじゃないですか。3ヶ月で、でその実はその大会があるのは11月の3日に東京で津軽三味線の全国大会があるっていうことだったんですね、はい、うん、だから残りもう数ヶ月しかなかったんですけど、無理だって最初は言われたんですが、はい、いや、なんとか出たいですって言って出たんですよね、はい、でそれでたまたまですね、中学高校生の部っていう部門があって、はい、そこで3位っていうのをいただいて、素晴らしい、なんだこれっていう、嬉しいもん ね、 そうですね、全国の晴れ舞台で、そうですね、はい、そしたら次の年は今度青森で、うん、本場で全国大会があるからってことで、ちょうど三味線を始めてから1年後だったんですが、はい、それもまあ本当に運よく、今度はその同じ中学生高校生の部で優勝っていうのが、素晴らしい、できたんですよね。あ、いや、ありがとうございます。なんか、いや、すっごいその練習を頑張ったんだと思う、やっぱり。そうですかね、すごく頑張ったんじゃない、4年生の時にその太鼓すぐ叩けるように、みんなの前で演奏できないかもしれないよ、いや、やりますみたいな感じ で、 そ、 うです、ね、そんなコンテストになって勝てないかもしれない、いや、やりますみたいな、そうです、で実際本当にこうそれまで努力をこう頑張って勝つイメージをして、そう、ね、まっしぐらにこういったんじゃないかと。そうですね、もうイメージ、とにかくその今、うん、福地さんがおっしゃったように、はい、イメージしかないんですよね。もう自分が優勝してトロフィーもらってるとか、賞状もらってありがとうございましたって言ってるシーンだけを想像し続けたんですよね。それにそこの想像があったんで、はい、やっぱり練習もそのわざわざ苦になることはなかったんですよね。楽しい楽しいと思って、まあ、太鼓も三味線も同じ感じで練習してきたんですよね、はい、さあ、ということなんです、太鼓も小学校の時に、そして三味線は高校生の時にということでね、今もそうやってこうワークショップや演奏会などでお忙しくされている木村さんですが、では卒業後ということで、ちょっと3つ目のキーワードを伺っていきたいと思います、はい、3つ目のキーワードこちらです、じゃん、